私はどん底にいる。大切なものをいくつも失った。ただ、小さな運命のために夜の道を歩いている。私もまだわからない運命のために。何ですか先輩たち今の振り、はい、本当に大会2ヶ月前の踊りなんですか。何ですか言い返せないんですか。夏希ちゃん、弱小校だよ。旅行は関係気づけないよ。これ寄せやってくれない。てか、今日も部活頑張ったか。退部届出してきた。そうか。え？だって夏希、部活に力入れてたじゃんか。どうしてやめちゃったんだよ。きっと合わなかったんだよ、私には。なんだよ、それ。それから私は不良になった。何かに没頭し、やりがいを得ることができなくなった私は、昼に寝て、夜に家を空けるようになった。今まで出会ってこなかった世界を見て、生きがいを探しているけども、見下し、けなし、そして遮断することしかできなかった。大丈夫？ごめん、俺スマホなんて見てるから。痛いとこない？はい。手とか足は？見して。痛くない？ありがとうございます。いいえ。お姉さん、お名前は？夏樹です。夏樹ちゃんか。あ、俺リュウ。本名だからね
なつきちゃんいくつ？待って当てていい？はい。17でしょ。今年17です。この体勢いつまで？ごめんごめん、ちょっと歩く。仕事じゃないんですか？私大丈夫なんで。まあそうだけど、俺一人いなくたって成り立つでしょ。まあ俺もそのくらいだったな。夜デビューしたの懐かしい。あ、今昼の世界何やってる？ああ、私部活しかやってなかったんで詳しくなくて。タピオカは？タピオカブームは？そんなのとっくの昔に去りましたよ。タピオカの店舗もだいぶ減りました。そうか。そんなにタピオカ好きだったんですか？そりゃ好きだよ。あれ以上美味しい飲み物ないからね。そんなに？それから私たちは夜のお友達になった。お互い初めてのお友達。私は龍に夜の世界を教えてもらった。夜の世界はみんな騒いで笑って、そして輝いて見えた。そして時間があるときに昼の世界も二人で探検した。最近はタピオカじゃなくてお弁当ケーキやトゥンカロンが流行ってるんだって。そうやって私たちは時間をかけていき、こんなに遊んでたら世間的にもう付き合ってんだろ。うん、いいよ、付き合おうか。私たちは付き合った。なんか眠くなってきちゃった。俺まだ元気だよ。なんならもう一回。冗談です。俺今から仕事で。え？家出たくなったらもっと鍵に入れてくれたらいいから。ちょっと待って。ん？ごめんね、夏希ちゃんと付き合ってからしばらく休んでたんだ。そろそろ行かないと。行ってくるね。おかえり。行ってくれたんだ。何見てるの？文化祭。昨日会ったんだって。行きたかった？龍がいるから大丈夫。本当はダンスしたいんじゃないの？ん？夏希ちゃん昼の世界の話してる時が一番元気だよ。俺は18の時に親父の借金で大学行けず、まあこんなことやってるけど、夏希ちゃんまだやり直せるよ。高校生は今しかできない。夜はいつでも来れるし。ここ行っておいで。
こうして約2ヶ月間の半同棲生活が終わった。そして私は大学生になった。高校最後の1年、勉強もダンスも友人関係も頑張って大学にも合格できた。そしてもうすぐ付き合って2年の彼がいる。あ、そうそう、なつきちゃん、